柔らかい感じで、やっぱこう GT とはいえゆったり乗れるような感じの、あの印象かなというふうに思いますね。で今一応スポーツモードに入れて、走ってるんですけど、ギア自体はですね今オートマチックで走ってますけれども、まあそうですね、車のこう性質から言って、まあ、オートマチックで乗られてこう十分雰囲気的なものを味わえるかなっていう感じはしますね。こんにちは、株式会社カーコンセントコストの矢野浩二と申します。今日はフォードマスタング GT のご紹介をしていきたいと思います。はい、今日はですねフォードのマスタング GT のご紹介ということなんですけれども、まさにですね、まあ、アメリカンマッスルカーとですね言われるような車の、まあ、代表格ともですね言えるようなマスタングというですね、車のご紹介ということなんですけど、こちらがですね令和2年、まあ、2020年モデルの車になっているんですけれども、この GT でですねこのマスタングの55周年を、記念したモデルということでですね、55周年の、まあ、スペシャルエディションという車に、なります。でこちらの車はですね並行輸入のですね新車並行輸入車ということになっているんですけれども、右ハンドルというですね、まあ、珍しい設定の車ということになっております。で今回もですね AIS の査定をつけているんですけれども、査定のですね評価点が5点、内外装 AA ということで、こちらもですねあの新車前とした車のコンディションというものを保っている車ということになります。カラーリングはですね黒のカラーリングになっているんですけれども、このマスタングもですね今そのエコブーストと言われている割とそのターボで加給したまあ環境にも優しいスモールエンジンというかですね、まあそういったもので多少 2. 何リッターとかのですねエンジンのモデルもマスタングに多分あったと思うんですけど、こちらはですね正真正銘の5リッターのですね V8 のエンジンで、実際走るとですねアメ車らしいこうドドドドドドドというですねあの迫力の重低音というのが響く仕様ということになっております。で内外装は AA ということなんで特にですねお伝えしないといけないというマイナス点というのがないというところが大きなポイントになろうかと思うんですけど、ただ、こちらですねまあ、ワンオーナーで乗られている車なんですけど、まあ、黒なんでですね保管状態とかによって、まあ、表面をですね、まあ、さらに鏡面仕上げみたいな形ですると、よりまたそのマスタングの価値がぐっと上がるようなですねブラッシュアップされるような感じになってくるかなというふうに思います。特にですねこの55周年モデルのものっていうのがホイールも19インチの黒が履かれてるんですけど、すごくこうシックなブラックという感じの仕様になっているんですよね。このあたりもですね、まあ、男性が乗られることがやっぱり多いのかなっていうふうに思うんですけど、すごく関心持っていただける方も多いかなっていうふうに思います。この黒のですね、このグロスの黒ということになっているんですけれども、タイヤの目もですねほぼほぼ前8部後ろ9部ということですから、まあ、ほぼ新品と変わらない状態ということになっております。横ですね、5リッターもう今5リッターのエンジンって、まあ、なかなか一般なかったりするんで、今フェラーリの、この間 SF90 撮りましたけど4リッターとかですもんね V8 で、で1000馬力を出すという車になってるんですけど、こういった5リッターのですね大排気量の車っていうのも、まあ、だんだん少なくなっていく中でですね非常にその昔のノスタルディックなですね感覚を味わえる車っていうのは、まあ、数が少なくなっているという中でですね非常にこう希少な稀有な存在ということが言えるのかなというふうに思います。でスタイリングもですね、この流線形のですねスタイリングになってて、まあ、近代的なマスタングを象徴する感じ
っていうのと、あとはライトの部分だとかですね、あのリアの後からちょっとご紹介しますけれども部分っていうのがですね、少し古典的な感じのイメージっていうのも残していて、まあ、マスタングをですね、まあ、往年の名車としてずっと知ってる人からしてもマスタングらしさを残しているというところも非常に大きなポイントかなと思いますね。で、後ろを見ていきたいと思います。これ後ろのこのなんとかね、古典的な感じっていうのが、これがすごいこう一目で見て普通の車じゃないなっていうのを感じさせてくれますよね。で、後ろに真ん中にこの GT というですねロゴが入っているということになっています。で、運転席側見ていきたいと思うんですけど、特にですねマイナス点を伝える必要がないということにもなっているので、特に外装面でですねここに傷がありますとかなんとかっていうのはないんですけど、まあ唯一今言えるのはですね、入庫してきてまあ、この納車整備とかっていうのをやってるわけではないんで、今の状態ではですね、洗車して今車を査定を出して、まあ、すぐに撮影をしているという状況になってるんですけど、まあ磨きをかけて、まあ、スイスワックスなどのですね、商用のワックスなどをやるとですね、まあ、ツートーンは変わるかなっていう感じはありますね。これ査定こそ5点の AA ですけど、実際傷とかがないという表イメージ的にはいいということがあるんですけど、細かいところのやっぱり水垢とかですね、ちょっとした部分っていうのが見えるところってあるので、まあ、その部分をですねしっかりと仕上げていくことによってですね、いい感じのそのブラックのですねこの55周年のスペシャルモデルにふさわしい感じに仕上がってくるかなというふうに思いますね。はい、内装ですね、見ていきたいと思います。内装がですね非常にシンプルな感じになってますよね。で、シートもですね完全にスポーツカーというシートではなくてですね、割とこう汎用の感じというか、まあパッと見てですね特別そのなんか気合を入れて乗らないといけないというふうな仕様ではないかなというふうに思いますね。まあ、このマスタングのですねこのロゴが光が出てブルーに光るような感じになってるんですけど、非常にシンプルな感じです。ちょっと乗ってみたいと思いますね。なんかアメ車って感じですよね。乗った感じのですねシートがかっちりはしてるんですけど、この座面とかですねこの背もたれの部分がある程度こう柔らかさがあって、長時間乗っても、まあ、そんなに疲れないんだろうなというですね、なんか安心感というか、まあ、そういったものは感じさせてくれる仕様ということが言えるかなと思いますね。はい、エンジンかけてみたいと思います。ボタンがですねここにあるんですよね。はい、ないです。うわ、この音ですよね。今ってこんな感じの車ってもうすごい減ってるじゃないですか。やっぱねアメ車はこうじゃないとねっていうね迫力のあるサウンドという感じですよね。で、こういったですね仕様も装備もですね非常に充実してて、まあ、嬉しいのはですねシートヒーターはもちろんのこと、ベンチレーターがちゃんとついてるんですよね。これもですね、まあ、今の日本の暑い夏ではこういったものがついているかどうかって非常に重要かなというふうに思います。で、このあたりのですねモードとかっていうのも物理的なボタンがきちんと残ってるんですよね。まあ、最近の、まあ、フェラーリにしてもそうなんですけど、全部タッチパネルになってしまってるようなことがあるんですけど、まあ、この辺もなんかこうレトロな感じっていうのが残ってるのもいいですよね。で、このGT は割とそのネットとかで見るとですね、このマニュアルトランスミッションが選べるとか、まあ、そういったものでアメ車のですねこういった車をマニュアルで乗れるっていうのが面白いとかっていうふうな記事を見ることがあるんですけど、こちらはですね、まあ、普通のオートマチックのものになっているんですけれども、確かこれ10速のオートマとかなんですよね。これもね
まあマニュアルは6速とかだったと思うんですけど、まあ10速のオートマチックっていうのがまたちょっと特徴的かなっていうふうに思いますね。でこれ並行輸入なんでナビゲーションとかっていうのがですね、ここ出ないような感じになってるんですけれども、ただこれっておそらくなんですけど、私も先月アメリカに行った時に結構長い時間車を向こうで運転したんですよね。距離でいうと多分1600キロとか運転したと思うんですけど、その時もですねこういったその USB ケーブルで、スマホをつないでですね、Apple CarPlay とかでですね、この中のこう Google マップとかでナビゲーションをするっていうのをやったんですけど、これでですね十二分に問題なくですね、この過ごすことができたというのがあります。まあ、そういう意味でもですね、割とここの画面の部分で、このケーブルでつないでナビとかを使うというのはですね現実的なところになるのかなというふうに思いますね。こちらね55周年記念ということでですね、この55 years というふうにここに書いてますね。こちらとドライブレコーダーがですね前後ついていて、この前の部分とですね後ろにもカメラが一応ついているということになっております。はい、リアシートですね乗ってみたいと思います。まあ見るからね期待ができない広さかなというふうに思うんですけど、これ前の運転するスペースで行くとですねこんな感じになります。まあ、頭の上がですねこれもこんな感じになるんで、多分乗るとしたらもうこういう感じでしか多分乗れないというところになるんで、現実的にはですね大人が後ろに乗るという選択肢はちょっとないかなというふうに思いますね。まあ、子供さん、まあ、小学生ぐらいまでの子供であれば、まあ、後ろに乗ってもいいかなっていうぐらいのもんで、あくまで、まあ、2人乗りで、まあ、エマージェンシー的に後ろを使うというふうな使い方、あとは荷物を後ろにちょっと置くっていうですね使い方になるのかなという感じですね。トランクスペース見ていきたいと思います。トランクはですね結構広いですね。奥行きも見ていただいて分かる通りかなり広いですし、高さもあります。ですから日常使いとしてはですね後ろのこのトランクスペースもそうだし、リアシートなんかもですね使えると思うんですよね。多分リアシートもこのタイプだと倒れるんじゃないかな。これでいったらこんな感じでですね、リアもかなりこうやって広く使うことができるっていうことがあるので、まあ、ハッチバックの、ようなですね使い方も可能になってくるということですので、十分ですね、まあ、こういった車で、まあ、コストコで大量買いすることもできるというぐらいのですねポテンシャルがあるという実用性ということになります。はい、エンジンルームを見ていきたいと思います。エンジンルームもですねすごいでかいですよね。まあ、5000cc のですね V8 の、これ馬力がですね460馬力かなんか多分あるんですよね。12分なパワーを持っているということになっているんですけれども、もう車のこうパッと見のですねイメージもさることながら、実力も兼ね備えているというですねこともある1台ということになります。まさにアメリカンマッスルカーの心臓部というですね、ところにふさわしい、この迫力のあるエンジンルームということが言えるのかなと思いますね。はい、はい、それではですね走らせていきたいと思います。マスタングのですね、まあ、GT ということなんですけれども、まあ、これ5リッターのですね多分 V8 とかの、まあ、いかにもアメリカンマッスルスポーツみたいな感じのですね車になろうかと思うんですけど、実際走ってみた感じっていうのをですねインプレッションできたらいいかなと思います。ちょっと前にですね実はこのちょっと前にSF90 に乗ってたんですけど、まあ、それと比較するとちょっと酷だなというところなんですけど、あっち1000馬力ありますし、もう本当足回りからミッションからっていうのが全て
もうレーシングカーのですね感じの車だったんで、それと比較するとですね、あの柔らかい感じで、やっぱこう GT とはいえゆったり乗れるような感じの、あの印象かなというふうに思いますね。で今一応スポーツモードに入れて、走ってるんですけど、ギア自体はですね今オートマチックで走ってますけれども、まあそうですね、車のこう性質から言って、まあ、オートマチックで乗られてこう十分雰囲気的なものを味わえるかなっていう感じはしますね。なんかそのマニュアルでこうすごい峠を攻めて走るみたいな感じの感覚というよりは、どちらかというとあのダイナミックなアメリカンスポーツっていうのをちょっとこう味わうというですね感じの乗り方になってくるのかなというふうに思いますね。まあ、ペースを上げた時にですね、まあ、どういった感じのケースになるかというところも、まあ、楽しみなところなんですけれども、なんか本当足回りすごい柔らかいっていうかしなやかな感じですね。なんか一昔前のジャガーのようなですね感じのこう柔らかいけどちょっと粘るような、ね、感じの足回りというイメージですかね。多分ねこのマスタングの GT 自体をそんなにそのこうメジャーな、ね、感じの車でもないようなところもあって、あんまりこう馴染みが、ね、そんなに深くないところがあるんですけど、やっぱどうしてもドイツ車とかイタリア車とかあのそういった車を扱う機会がどうしても今多いんで、こういったアメ車のこのスポーツモデルっていうのはですね、ちょっとある意味ではすごい新鮮な感じの印象かなというところですかね。ちょっと後でねペースを上げて走ってみるのがちょっと楽しみですね。ちょっとペース上げて走ってみたいと思います。すごいっす、今なんか自動的にシフトダウンしましたね。今こうバケットとかではないんで、ちょっとこう本格的なスポーツ走行みたいなものを想定してる感じじゃないのかなと思いますね。でも十分速いですね。でこののぶとい感じのこういうアメ車のイメージがね、やっぱりいい人にとってはやっぱこうマスタングのねこう GT っていうのは魅力のある車でしょうね。はい、いかがだったでしょうか。マスタングのですね、GT のご紹介をさせていただきました。今回55周年記念のですね、まあ、スペシャルエディションという車のご紹介ということになったんですけど、情報としてはですねあんまり実は多くなくて、車の情報自体を集めていくとですね、まあ、この試乗機があったりとか、あと海外のですねこの車の発表に応じたそのジャーナリストが書いた記事とか、まあ、そういうものを見させていただいたんですけど、実際乗ってみるとですね、まあ、これはどの車にも共通して言えるんですけど、割と日常では乗りやすいなという感じなんですよね。でさらにまあ、これまあスポーツカーということなんですけど、もっとミッドシップのスーパーカーみたいな車になってくるとですね、使用用途っていうのが本当に限られてくるかなっていうのがあるんですけれども、この GT であればですね、この車でできないことっていうと、多分4人乗車で移動するとかっていうリアのシートに乗るということはなかなか難しいのかなっていうふうに思うんですけど、基本的にですね、いろんなこうニーズっていうのをこう、
クリアすることができるという実用性を兼ね備えているところが大きな魅力になっているのかなというふうに思います。まずはこのアメリカンマッスルカーと言われているのはですね、こういう車を見て、マスタングかっこいいなと、しかも GT 乗ってみたいなというふうに思える方にとってはですね、特にこのスペシャルエディションというのは非常にかっこいいなというふうに思う車ということも言えると思いますし、さらに当然その並行輸入であればですね、大体は左ハンドルになるのが、あると思うんですけど、これ右ハンドルでですね輸入をされているということにもなりますので、これもですね日本の交通事情から鑑みると実用性としても非常に高いなというのがあるかと思います。もうこれ左ハンドル、外車だったら左ハンドルっていうふうに思われる方もですね、往年の車好きの人には多い傾向かと思うんですけど、実際は今って多様性という言葉は最近私もよく使うんですけれども、この車を右で乗るからいいんだよねっていうふうに言われる方っていうのがですね結構やっぱり多くいらっしゃって、そういう意味でもですね実用性を重んじてですね乗るという方にとってはこの右ハンドルの選択も非常にいいのかなというふうに感じました。あとは程度に関してはですね、内外装も AA という判定にもなっておりますし、さらにここからブラッシュアップしてですね、車の状態自体もグッと上がってくるということもあると思いますので、ぜひですね、そういった部分も今回の検討の材料にしていただけたらいいかなというふうに思っております。それでは皆様からのお問い合わせをお待ちしております。